までのプリンセスコネクトリダイブ。カイザーインサイトとの戦いが終わってからしばらくの間、あの人と私たちは平和な時間を過ごしていました。シェフィーちゃんやお兄ちゃんとお勉強したり、おしくらまんじゅうしたりで楽しかったね。でもとっても悪い奴らが兄ちゃんやセブンクラウンズの人たちを狙ってきたんだ。そのギルドの名はレイジレギオン。魔物をパワーアップさせちゃうカリザっていう口の悪いやつ。宝石のバイバーンを従える歌姫ランファさん、ゴーレムさんをいっぱい操る豚のおじさんアゾールドさん、変なぬいぐるみと洗脳魔法を使うミソラってやつ、そしてギルドマスタードラゴン族の剣士ジェーンさん。悪いお兄さんやお姉さんたちに負けないようにみんな頑張って戦ったんだけど、セブンクラウンズの人たち何人かさらわれちゃったの。だから兄ちゃんたちはおばさんたちを取り返すために飛空艇でレイジレギオンのアジトに向かったんだ。そこで待っていたジェーンさんはとってもとっても強かったみたいです。でもお兄ちゃんたちは力を合わせて敵のお兄さんをやっつけたんだよ。ルンタッタルンタッタ。これでめでたしめでたしってなったらよかったんだけど、レイジレギオンの残りの奴らがランドセルに攻めてきちゃったの。やっばい。ほらクソガキども、何のんきにくっちゃべってんだ。ゴロ、お見つかっちゃった。逃げろ。逃がしゃしねえぞ。待ちやがれ。サレンディア救護員だけじゃない、ランドソルのみんなが危ないわ。こうしてはおれません。一刻も早く帰還いたしましょう。これがきっとレイジレギオンとの決戦になるわね。心の準備しときなさいよあんたたち。次回レギオンウォー、あなたたちの野望は必ず食い止めます。勝負ですよレイジレギオン。ラジラジさんのおかげでどうにか戻ってこれました。でもレイジレギオンの連中、町のあっちこっちで暴れてるみたいね。誉さんやマサキさんたちも手分けして食い止めてくれてるみたいだけど、我々もすぐに援軍に向かおう。うん、主様、レイジレギオンの方々は強敵です。一度の攻撃だけでは撃破できるか分かりませんが、諦めず何度でも挑みましょう。絶対に町のみんなを守るんです。私たちそう簡単には勝てないですよ。ミソラ、映像魔法による割り込みでしょうか。王女様、何度でもって言ってましたけど、一定時間で挑める回数には限度がありますから。
であれば挑戦回数を無駄にしないよう心して挑まれるとよろしいでしょう。気の詰めまでかかってきやがれ。てめえらなんざ全部返り討ちにしてやんよ。ようやくあんたをぶちのめせるわね、クソチビ。ほらこっちのセリフだ、クソネコが。他の雑魚どももまとめてぶっ飛ばしてやる。気をつけて。ありがとうや。みんなが怪我をしてしまったら、私悲しいから。主様、レイジレギオンのどなたかを撃破した場合、他の方々に影響が出て戦況が有利になるかもしれません。簡単に倒せそうもない相手がいるときは後回しにして他の人を集中攻撃した方がいいかもってことですね。それにしても普段より力が溢れてくるみたい。これなら私もみんなの役に立つことができるかも。シェフィー様だけではありません。主様のお力によって一部の方々は通常以上に強化が果たされるものです。戦う相手によって誰が強化されるかは変わるみたいだし、効果があるのは今回だけっぽいけど、せいぜい有効活用してやりましょう。よし、それじゃあ行きましょう皆さん。